またのお越しを。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。濃姫による信長暗殺未遂、同盟決裂にも値するこの事件を信長は誰にも語らず握りつぶした。織田家と斎藤家の同盟は維持され、尾張では今川義元との再戦に備える日々が続く。一方、美濃では斎藤道三がある重大な決断を下す。それは信長に美濃を譲るという驚くべきものだった。かねてより自身の冷遇に不満を抱いていた斎藤義達は激怒し、美濃の黒人衆を抱き込んで挙兵。義達は優勢に戦いを進め、道三を追い詰める。道三の危機はすぐに信長にも伝えられた。長良川の戦い。親父殿は承知しています。もう決めたことだ。兄上。親父殿はかといって報いるほど座して待つだ。俺は尾張を他人にく、お前も俺のやり方見せてやろう。親父殿は鷺山城で包囲されているようだ。義辰の執念。まずは親父殿に組みする将たちと合流する。すみす打ち取らせはせん。急ぐぞ。対岸に陣取っているのは義辰の手勢か。面倒だが、奴らを蹴散らさねば先へ進めんな。皆鷺山城から目を離すな。親父殿が撃たれては戦の名分が立たん。この俺を止めようとて無駄よ。
止めようとて無駄よ。阻止せねばなるまい。開門。目障りだ。ヨシタツ型の将軍、邪魔立てするならね、切り伏せるのみ。あの旗印、織田の加勢か。信長殿、敵将討ち取ったぞ。聞かせていただこう。信長様の前に敵はいねえな。開門。貨幣ながらも勇猛なる立ち回り、我らも織田の働きに報いなくては。もうろくしたな親父。ミノは俺に任せて安らかにくたばれ。この大化け者が。つけどもミノの未来はお主に。うちじり父上、そんな。親父は死んだぞ。奴に味方していた者は命が落ちけら今すぐ俺に下るがいい。今義達様に逆らっても無駄死にか。父さん様、みんなごめんなさい。この上は義達を討ち、俺が美濃を継ぐ。親父殿に組みしていた将来との交流を急ぐぞ。打ち死に。この俺を止めようとて無駄よ。尋常に勝負いたせ。目障りだ。壊してくれ。俺を打つけとは侮ったか。叶う相手ではなかったか。なんと見事な。遅かったようだ。光秀、お前は義達に下るのか。あのような知れ者に仕える気は毛頭ない。俺は道山様への忠に準じる。明智殿は義達様に歯向かうおつもりか。ならば望み通り死ぬがいい。よもやこれほどとは。諦めるのか。諦めると思うか。そうだ、お前もうつけだったな。やるか。ああ。閉門。
義達に恩を売っておいて損はあるまい。織田ごとき踏み潰してやろうぜ。開門。なぜ義元が。やむを得ん、撤退するぞ。とどまっては被害が増えるばかりだ。勝利条件変更。敗北条件変更。手触りだ。俺が敵の目を引きつける。光秀はその間に追払いをしておけ。すまない信長殿、生きて共にこの窮地を脱しよう。承知した。カムシにくれてやる慈悲はない。残らず叩く。よしたぞ。吉本を呼び込んでいた。今は無用な戦いは避けよう。これが今取れる最上策だから。ごめん、何も聞かずに僕と戦って。ネズミ一匹逃しはせぬぞ。手触りだ。俺にかかわるとは愚かな奴らめ。一匹残らず打ち果たせ。この信長こそが天下無双よ。ここを抜ければ清須も近い。皆気力を絞り歩を進めよ。申し訳ありません義達様。であるか。打ち死に。見せてやる。切り伏せた。目の叶う相手ではなかったか。父上、まだ私に生きろというの。なんと素晴らしき戦果よ。足を救われたか。俺に従わぬアホどもは。承知した。親父と一緒にメイドに送ってやるわ。強くなれる。俺の力の礎となれ。聞かせていただこう。なんと見事な。信長殿に報いるためにも、妖精の道は
俺が切り開く。全てで敵将を切り伏せた。かなう相手ではなかったか。いいぞ、よくやってくれた。タイモン、道が開けた。これで撤退も容易になるはずだ。かなう相手ではなかったか。かかってこい。俺の力の礎となれ。悔しいな、ここまでか。であるか。なんと見事な。見せてやる。俺はまだ強くなれる。敵将、切り伏せた。切り伏せた。ここは引くほかあるまい。へえ、気合入ってんな。抗う打ちけら風情、世にあだなす愚かさを知るがよい。俺はまだ強くなれる。見切れはしまい。俺がやる。どうするな。壊してくれる。ウヌの羽音は想像し、その羽、次は残らずむしってやろう。東海の覇者はやはり一筋縄ではいかぬか。だがいずれは超えてみせる。承知した。吉本様が引いてしまわれるとは。止めよ、とて無駄よ。止めよ、とて無駄よ。あっち
士が何やら騒がしい。撤収か。急ぎ向かうぞ。敵の注意がこちらに向いたようだ。俺たちも先へ進むぞ。家康いいこと？承知した承知した。おじさまの期待にしっかり応えるのよ。ああ、分かっている。申し訳ありません。俺たちは先を急ぐ。立ちふさがるなら容赦はせん。私の獲物発見ね。敵将討ち取ったぞ。許さないんだから。見せてやる。強い兄様、私も続きます。なんとかここを渡したか。だが斎藤が、ミロが失ったものはあまりに大きい。道山様、前を向け光秀。生ある限り進むことはできよう。信長殿、俺は国元へと帰ろうと思う。義辰の脅威から自領と民を守らねば。そうか、世話になったな。あ、では俺はこれで。待て光秀、お前もやれ。こうか。よし、収めろ。これは誓いの証だ。男と男のな。生きろよ光秀。信長殿、どうか達者で。まあ、またな。